まず吉村和弘選手、いかがだったでしょうか。今日のゲーム振り返っていかがでしたか。吉村和弘選手、いかがでしたか。小さい声で言います。ブラボー。さあ、それでは吉村真晴選手も一言聞かせてください。はい、このダブルスは非常に大切な一戦になるので、どうしても勝ちたかった一戦だったんですけれども、皆さんの応援だったりこの会場の熱気によって、僕らも素晴らしいパフォーマンスができて、勝てて非常にいいスタートが切れたんじゃないかと思ってます。引き続き頑張ります。ウィナー琉球ヤスティーナー吉村和弘、吉村真晴。
19発リーダー。